日系ボリビア人は日本人の血を引いたボリビア人である。当時のボリビア移民ボリビアは海に接してなかったので、1950年代までは最初の日本人移住者は隣国のペルーから契約が終わったものから流入した。多くの日本人移住者は沖縄県に期限を持ち、残りの少数は岐阜県、広島県、神奈川県、大阪に期限を持っていた。 1899年にラパス地域のマピリ川は最初の91人の日本人労働者をゴム農園に委託して受け入れた。その時からアンデス山脈は数百人単位での日本人労働者を引き寄せ、彼らは幸運にも鉱山と鉄道建設の仕事を得た。アマゾン川の奥地の地域は労働者の2番目の目的地となり、またペルーを経て、 ボリビア北西部のゴムプランテーションで働いた。第一次世界大戦と世界恐慌が終わったことは日本人労働者をそれぞれゴムと鉱山工業に転換した。リベラルタトラパスといったボリビアの限られた地域では日本人による商業が栄えた。1930年代には多くの日本人が居住者として泊まり母国から妻を迎えたり多くは 現地の女性と結婚したりした。このことは分断されたコミュニティにさを生んだ。第二次世界大戦が始まると、29人の日系ボリビア人のみがアメリカ合衆国に送還された。しかし、それ以上に地方政府が排日に関する法律を制定しなかったため、戦争は日系ボリビア人の居住者に影響を与えなかった。1五十一年七月、 ボリビア政府は海外住協会経由で日本移民の送り込みを打診。この時点でボリビアには1400の1500人の日本人が居住していると伝えられている。政府は日本人難民を温かく迎え入れた。1954年以降の諸協定は日系ボリビア人の歴史の新しい章と充実した農業移民の流入を アメリカ合衆国統地下の沖縄や日本本土から案内した。戦争で荒廃した日本からの過剰人口の再移住の必要性は、ボリビア政府のサンタクルス県の東部定地開発の望みと出会った。日本政府からの金融援助を得て、コロニア沖縄とサンフアンでヤパカニが建設された。二つの移住地は異なったコミュニティとして、一つは沖縄県の他方は、 本土のアイデンティティを持ち、現在もまた、ボリビア生まれの世代から変遷を経ている。多くの日系ボリビア人はスペイン語しか話さず、ごく少数が日本語を話すことができる。地域では大多数の日系ボリビア人は、カトリック教徒であり、残りは、仏教徒と神道である。ボリビアも、移民受け入れ、日本経済新聞昭和26年7月18日3面。ありがとうございます。